昼の質問コーナーです。はじまさんです。お願いします。お願いします。はい、今日の声帯もかっこよかったですねまあそうか、見てる方はもう知ってるのか。ここから質問コーナーになりますんで、ぜひ見てください。はい、はい、じゃあ早速よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。全部で5個あります。5個、ありがとうございます。三森さん、こんばんは。こんばんは。いつも動画楽しく見させていただいてます。嬉しいです。ありがとうございます。クワカバの部屋を見てブリードを始めたいのですが、どんなクワガタがいいでしょうか。あ、なるほど。前回初心者向けのクワガタとして、うん、動画でギラファノコギリクワガタが出ていましたが、はいはい、ギラファ以外でいたら教えてください。なるほど、しっくり来なかったんですね。ギラファは初心者向けというか、その依頼してくださった方に向けての部分ですかね、うん、どういう飼育環境かっていうのを聞いた上でのギラファだったりもしたんで、はい、まあ、ギラファもでも成虫の寿命の部分は多少短いけども、はい、まあ、産卵自体はそんなに難しくないので、うん、まあ、初心者向けっちゃ向けかもしれないです。あ、はい、で、ギラファ以外でってなったらもう圧倒的大クワですよね。あ、はい、もうほんと王道、うん、人気な理由もそこもあると思うんで。ああ、その飼育しやすさも、はい、そうですね、飼育しやすさもあるし、そのもう追求できる、うん、奥深さもあるんで、はい、やっぱもうずっと長年ブリードしてる人も大クワしかやってない、うん、っていう人もいるぐらいドハマりできる種類だから、やっぱ一番王道かつおすすめではありますね。おー。で、まあ、僕が一番勧めてるのは、虫もんオクワガタっていう、はい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 、ちっちゃい可愛らしいオクワガタがいて、うん、それはもう産卵着とかもいらないですし、マット片詰めで、まあ、産卵してくれるし、サイズもオスメスもちっちゃくて可愛らしいんで、まあ、幼虫取れたとしてもそのプリンカップ200とかぐらいで、まあ成虫まで持っていけるので、はい、スペース的にもそんなに取らないっていう部分で最初にやっても楽しいんじゃないかなと思います。あ、はい、僕はもう途中からやって小型種が、うん、にハマったきっかけでやったっていう感じなんですけど、まあぜひそういう可愛らしいのが好きだったら虫ももうおすすめかなと思います。はい、はい、まあやっぱ大クワガタ系っていうのは、うん、結構おすすめですかね。はい、まあグランディスとか多少ちょっと癖というか、その普通の国産のオオクワガタよりかは難しい、うん、産卵しづらいやつがいたりするんですけど、はい、ぜひオオクワはかっこいいので、かっこいいやつからかわいいやつまでいるので、はい、ぜひオオクワガタでちょっと調べてみてください。はい、うん、もしかして始めてるかもしれないですけども、一緒にブリード頑張りましょう。はい、2つ目です。はい、クワカブ YouTube いつも楽しく子供たちと見させていただいております。 ありがとうございます。ツイッター初心者ですが、フォローさせていただきたく連絡させていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。ぜひフォローしてください。フォローする、はい、連絡ってすごい律儀だな。いや、律儀ですね。だからまあ、ちょっとね、もうフォロー、ツイッターってもうそんな気にせずフォローしていい場所なので。うん、そうか、初心者すぎだな。はい、あまりにも、ね。律儀にありがとうございます。でもこういう DM も来るんですよ。うん、今まで多分十何通ぐらい。フォローさせていただきました、よろしくお願いしますじゃなくて、うん、フォローしてもよろしいでしょうか、うん、とか、あとまあ質問してもよろしいでしょうかとか、それ系統で言ったらもう2桁余裕で超えてるんで。そうなんだ。そう、ぜひフォローしてください。ツイッターとか、まあ、YouTube とかに関して言えば、うん、言ったらもう玄関開けてる状態なんで、うん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 、好きに入ってきてください。それは、ああ、なるほどな。そうです。
向こう、かきあかの可能性もあるけどな。まあ、確かにね。そう。でも僕は侵入しないんで安心してください。一方的にね、はい。はい。ぜひぜひそちらの方、まあフォローもお待ちしておりますんで。はい。まあ、引き続き、一緒にブリードも頑張りましょう。はい。3つ目です。はい。こんばんは。こんばんは。今日、ランバージャックでお話をさせていただいた保育士ものです。保育士さん。お二人を見つけてあまりの興奮に急に声をかけてしまい、うん、申し訳ありませんでした。いや、とんでもないですよ。今後も動画楽しみにしています。嬉しい、ありがとうございます。おお、ま、結構前の話なんで、はい、多分いつだろうな。ま、結構ね、ありがたいことにランパージャック行ったら話しかけていただくんですよ。はいはいはい。しかもね、保育士の方って結構いるんですよ、うん、すごい話。やっぱもう子供が好きっていうのって、もしかしたら昆虫好き、うんっていうのもなんか近い部分あるのかもしれないですけど、うん、多分ね、多分ですけど、はい、多分で申し訳ないですけどね、多分って言わない方がいいか、もう、うん、もはやそうですね。いやでも、いやこちらこそそんなそんな申し訳ありませんというか、あの、はい、コーヒーちょっとご馳走していただいてありがとうございます。決めてたね、はい、その人って。はい、その人です。はい、ね、あの結局空ボトル、あの保育園で、はいはいはい、カブトムシを、うん、飼育するっていうので購入されてましたけど、結果的にもう羽化したんでしょうかね。はい、あ、はい、急にぼやけた。ちょっとやめてくださいよ。いや、ほんとに、あ、大丈夫。もう一回お願い。いや、もう一回言って。どっからどっから。あ、でもコーヒーから。あ、ギラファ以外で。いやいやいや、戻りに好き。あ、それ大丈夫。こういうの好きです。鮮明に見えたから。あ、こういうの好きなんですよ。うん、いいよ、知ってるよみんな。もう多分もうそろそろ羽化してると思うんで、ぜひ羽化して子供たちと触れ合うとかになったら、はい、ぜひ YouTube のコメントとかで、報告をお待ちしてます。はい、またランバージャックでお会いできたらまた話しかけてください。はい、一緒にブリードも頑張りましょう。はい、間違ってたらすいません。そうだね、それが一番だ。4つ目、18度くらいで成虫も幼虫も元気に生活できる種類がいますか。うん、でその後に写真が出てまして、はい、見てください、幼虫がいました。いやいや、すごいすごい。あと、まあ、意外や意外、あの昆虫採集とかじゃなくホームセンターの。確かに。、まあ、場所にもよるからね。ああ、そうか。これがなんかね、普通に喫茶店とかにこう置いてたら確かに見てくださいってなるかもしれない。すごいな。すごいですね。2人で張り込んでたの。違います。パートナーでしょ、これ。だって。確かに。いやね、いやでも18度ぐらいで成虫も幼虫も元気に生活できる、うん、18度、まあまあ寒いですからね。ああ、そうか。やっぱ低温主権になると思うんで、うん、産卵とかってなると18度は結構厳しいかもしれないですけど、はい、元気の基準が何とも言えないですけどね。その動き回ってる姿を見たいのかどうなのかっていうのもあるんで、はいはいはい、動き回ってるのも見たいってなったら、もしかしたらもうほんと低温種の系統のやつになるのかな、うんとは思いますね。どうだろうな、ドンキエルコクワガタとか。ああ、そうなんだ。はい、とかまあウッディとかも、うん、18度ぐらいで、まあ元気っちゃ元気なんで、ちょっと産卵させるってなったら20度ぐらいはあった方がいいんですけど。ああ。結局やっぱ産卵させるってなったら20度ぐらいは必要なイメージですね。どのクワガタも、うん、ミヤマとかはやっぱ18度ぐらいでも大丈夫だと思います。はいはい。だからまあ そこら辺になるのかな。ちょっと癖のあるやつが多いですかね、うん、18度ぐらいってなると。すごいですね、18度ぐらいの家なのかな。すごいな。すごいですね、だいぶ寒さに強いな。確かに。で、すごいですね、幼虫も、うん、メタリフェルとリッキーか。リッキーがいますね。すごい、2019年11月。ギネスケットですって。すごいな、リッキーの方。これいくらだったんですかね、気になるね。幼虫がいてどうなったのかもすごい気になりますけど。確かに、そのまま気になるね。いやでもなんかね、メタリフェルとかリッキーとかいるって、なんかホームセンターだとなんかすごい枠じゃないですか。なんかあんまり見かけないイメージ。確かに。大平田とか書かれて、うん、なんかスマトラだか、なんかそこら辺が売られてるイメージなんで、うん、ね、この幼虫購入したのかどうなのかとかも気になりますんで、ぜひ YouTube の方のコメントで、報告お待ちしてます。はい、はい、一緒にブリードも頑張りましょう。はい、最後です。はい、こんばんは。こんばんは。急な質問失礼します。とんでもないです。三森さんのウッディの動画を見たことがきっかけで、お、小学生以来触れてなかったクワカブの熱が再熱して、嬉しい、クワカブブリード始めました。お、ありがとうございます。嬉しい。すごい初歩的な質問で申し訳ないのですが、うん、生態管理のマットや休眠中の管理マット、その水分量、かっこたまに霧吹きとかするのか、
といったことを教えていただけてもよろしいでしょうか。なるほど、ありがとうございます。前の動画でも言ってるか、多少言ってるんですけど、はい、なんだろう、まあ、生態管理、まあ僕は、僕は基本的には、まあ、種類にもよるんですけど、うん、まあ、針葉樹のマットに、泊まり木に、まあ、生態入れて水苔、水分を含まして、まあ、しっかり水を切った水苔を入れて管理してますね。空のクリアボトルで、そのまんまもうほんと放置してます、基本は。そうなんですね、はい、でやっぱちょっと最初分かりづらいやつとかは水苔の上にさらに、ティッシュを四つ折りにして霧吹きで水分をまとわしたティッシュを置いて、はい、まあ、成熟したら上に上がってきて動き回るんで、うん、そのティッシュがボロボロになったら成熟してる、動き回ってるっていう痕跡になるんで、はいはいはい、そしたらゼリーを入れてあげるみたいな感じでやってて、その休眠中はもうほぼ放置ですね。でたまにやっぱ乾燥しちゃう時もまあ中にはあるんで、なんか乾燥、その休眠期間中に乾燥しないように水分調整を最初にするっていう イメージです。ただ乾燥した場合は霧吹きをどんぐらいかな、まあ1週間に1回ぐらい結構多めに入れてあげるっていう感じでやってますかね、僕は。だからでもほんとそれぐらいです、はい、基本はもう動かさないのが一番かなと思います。まあ中には星になったりするやつもいるんで、うん、ちょっとドキドキしちゃう部分もあるかもしれないけど、はいはい、まあ休眠っていうのはもうほんと寝させてあげる期間なんで、うん、はい、そこのまあドキドキも楽しんでもらえたら嬉しいですね、はいはい、でまあ何よりやっぱね、小学校以来、うん、触れてなかったクワカブの熱が再燃っていうのは嬉しいですね、うん、これ嬉しいね、はい、僕が完全に着火剤になったというか、うん、でもウッディの動画見るまでは何も感じてなかったらしいけどいやいや、まあしょうがない、ただ目を開けてて、いやいやいや違う、見てなかっただけだよ俺の動画あ、そう、多分おすすめが入ってきて、そうか、一発目でってことか、そうです、そうです、きっとそうですよそれ以外ありえないから自信家だないやで、まあウッディめっちゃいい動画だったんですよ、実は、うん、今だったら絶対あのサムネ変えてますね、あってぐらい今なのっていうのは、そのウッディ紹介してる動画で、うん、まあ何種類かあるんですけど、ウッディをゆっくり紹介してる動画があって、はい、それウッディがその飛んでるんですよ、はいはいはい、飛び立ったんですよ、その説明中に、だから羽パって広げた瞬間のウッディが見れるんで、ぜひ見てない方は見てください、はい、多分オオシカクワガタって再生リストにあるんで、うん、それめっちゃかっこいいんで、そこを撮りたかったんで、あ多分今だったら僕そこをサムネにしてますねっていう。なるほどね、はい、変更することはないの？ないですね、はい、さすがに魔人にね、負荷かけるわけ、ああそうか、いかない、まあ、三堀くんがやればいいんだけど、いや僕マジで才能ないんで、そこの字面の紫とか平気で使っちゃう、才能ないな、熱血っていう文字、うん、紫、いやいや全然真逆いやだからまあぜひね、こうやってブリード始めたみたいな報告も嬉しいんで、はい、ぜひぜひ一緒にブリードも頑張りましょう。はい、ありがとうございます。以上です。おー、ありがとうございます。いや、いいですね、うん、中身の濃い、ほんとですね、ね、保育士さんも、そうだ、保育士さんすごいね、いらっしゃって、そう、保育士さんマジで多いんですよ、うんなんでだろうな、はい、あ、まあ、子供が、ほんと子供、あ、子供、虫好きだから、確かにそれもあるか、うん、子供の保育園に持っていくとか、うん、子供が捕まえてきてみたいなのあるのかもな、うん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 、そうかそうか、その子供が捕まえてきたカブトムシヒャーって言えないみたいな部分もあるのかもしれないですね、うん、で多分なんか専門家の YouTube だとちょっと分かりづらいから、はい、そうバカみたいに確かにバカみたいなやつを見つけて確かになはしゃいでるだけの、うん、そう、オーレンジャー見てはしゃいでるみたいな感じですもんね僕らオーレンジャーの方が世代によっては隠れんじゃーとか、まあそう、俺隠れん、10レンジャーだった俺、あ、俺隠れんじゃー、オーレンジャー、カーレンジャーでしたね、あー、カーレンジャーよかったな、カーレンジャーが一番最後なのかな、うん、カーレンジャーかなんかの妖怪が食べる羊羹、あ、芋羊羹、芋羊羹で巨大化する、あの芋羊羹めっちゃ欲しかったです、うん、あれ、芋町のだったらでかくなんだよね、あ、そうなんですか、そう、コンビニの買ったらちっちゃくなる、知らんかった確かそうだった、そんな設定あったんだ、うん、いやでもね、こうやってカーレンジャーの話もたくさんできて、はい、楽しかったです、はい、その感想いらんてはい、まあぜひまた本当なんてことない趣味でやってる人間にまあ質問あればぜひお待ちしてますし、ただまあ回答も参考程度に、お願いできればと思いますんで、はい、何卒、コメントの方、YouTube とかでもお待ちしてます、はい、で、夜も、18時45分から動画上がる予定なので、そちらの方もぜひ、チャンネル登録と高評価をして、待っていただけたら幸いです。そしてカメラマンの80さんのチャンネルも概要欄にありますので、ありがとうございます、はい、で、これ基本的に、まあ、おそらく80さんも、
18時に動画上がってると思いますんで、はい、そちらの方もご覧ください。ありがとうございます。はい、そんな感じで、今回の動画も以上です。ご視聴ありがとうございました。